モデルプレスイコール2023年6月27日、俳優の山田裕貴が26日、フジテレビ系、僕たちの、東京リベンジャーズ2、26日から29日深夜0時25分から、30日深夜0時55分に出演。映画、東京リベンジャーズ2地のハロウィン編決戦、6月30日公開、で難しかったシーンを明かした。写真、 北村匠、山田裕希ら、通り紅、キャスト11人豪華集結、山田裕希、通り紅、で難しかったシーン同作で、東京漫字会、副総長の、ドラケン、ことりゅうぐう形を演じた山田。一押しシーンに、高校時代へタイムリープする主人公、竹道、琴花垣武道、北村匠、と面会室で会話する場面を挙げた。この場面は、 北村と一番話し合ったシーンだといい、ストーリーテラー的な役割もあるし、同じ時間を共有しているはずなのになぜ覚えてないってなってるのも伝えなきゃだし、でも話は進めていかなきゃいけないし、結構複雑で難しかった、とタイムリープすることで変化した世界の記憶を持っていない竹道との会話に難しさを感じたと明かした。そして、一押しというより、難しかったなと思っているシーンです。 と語った。モデルプレス編集部。